この動画では椎骨動脈解離の画像診断と撮影法について解説していきたいと思います。椎骨動脈解離は脳動脈解離の中で最も見受けられやすい疾患ですけれども、くも膜下出血や脳梗塞に発展してしまう可能性があるため、もし偶然見つけた場合には必ず報告をする必要がある疾患だと思います。しかし椎骨動脈解離の画像所見は非常に微細で、所見にしっかりと精通してよく見ないと見逃してしまいやすい疾患でもあります。よってこの動画の目標としては、椎骨動脈解離の病態、そして画像診断の重要所見について学ぶことを主にお話していきたいと思います。また我々は撮影をする放射線技師ですので、椎骨動脈解離の診断に有効な撮影シーケンスについても詳しく説明していきたいと思います。キーワードについてはこれらのキーワードについてお話していきますので、これらのキーワードに興味がある方はぜひここから先の動画もご覧ください。それでは始めさせていただきます。椎骨動脈解離バーテブラルアーテリーダイセクションの基本についてまとめます。脳動脈は内膜、中膜、外膜の3層構造になっていますが、内膜に亀裂が生じ、内膜と中膜の間、もしくは中膜と外膜の間に血流が流入して、気腔が形成される病態のことを脳動脈解離と言います。そしてその脳動脈解離の多くは、椎骨動脈や脳底動脈に生じるとされ、その他、内頸動脈や前大脳動脈、中大脳動脈に生じる場合もあります。この動画では最も頻度が高い椎骨動脈解離について説明していきます。また、椎骨動脈解離や内頸動脈の解離では、頭蓋内に起こる場合と頭蓋外に起こる場合がありますので注意が必要です。年齢層や性別としては、20歳代から40歳代の若年男性に多いとされ、原因の大抵は外傷が多く、スポーツや首の回転、また生体療法などの物理的な負荷も指摘されています。臨床症状で最も重要なのが、解離側の後頸部痛または頸部痛があることです。もし頸部痛を訴える患者さんがいた場合は、撮影する前に必ずどちらの首が痛いのかについて聞くことが重要だと思います。また、めまいなどの症状も起こるとされています。椎骨動脈解離がもし、内膜と中膜の間に生じた場合には、解離腔が内側に広がっていくため、このまま血管を閉塞し、脳梗塞になる場合があります。また、中膜と外膜の間に義腔が形成された場合は、このような義腔が拡大し、動脈瘤となり、その動脈瘤が破裂することによってくも膜下出血を生じます。二次的にはこのような脳梗塞やくも膜下出血が問題となるため、椎骨動脈解離の病態、そして画像診断について勉強していくことは重要です。それでは椎骨動脈解離の病態について説明を終えたところで、画像診断の重要所見について見ていきたいと思います。臨床上椎骨動脈解離が疑われる場合には、画像で見ていく場合のポイントがあり、次の5つについて詳しく説明していきたいと思います。インティマルフラップ、イントラミューラルヘマトーマ、パール&ストリングサイン、動脈外形の異常、内腔とのミスマッチ、形似的変化の順番に症例を通して見ていきたいと思います。最初の重要所見はインティマルフラップです。こちらは52歳女性で、右後頸部痛が主訴の患者さんの症例ですけれども、MR アンギオグラフィーでこの部分に血管の拡張像が見受けられ、よく見ると内部に低信号の隔壁のような構造物が見受けられました。この構造物はパーシャルニップや MR アンギオグラフィーの元画像をよく見てみるとよりわかりやすいです。そこでベッセルボールイメージングを追加してみると、T1 強調画像のブラックブラッド法では、この部分に明らかに隔壁のような構造物が見受けられ、T2 強調画像のブラックブラッド法では T1 強調画像よりは分かりづらいですが、この部分にその構造物を描出することができました。このインティマルフラップは真空と義空を隔てる血管壁のことで、解離の可能性を強く示唆する直接所見となります。このインティマルフラップのインティマルは内膜のという意味で、フラップはヒラヒラするものという意味ですので、真空と義空を隔てる隔壁という意味で使われます。解離を強く示唆する直接所見で、椎骨動脈解離は非常に診断が難しいですけれども、この所見を捉えることによって非常に説得力を持って解離の可能性を説明することができます。
MR レンゲグラフィーで評価する場合は、VIP では分かりづらいので、元画像で丁寧に読影していくことがポイントです。また、通常の 2D の T2 強調画像でもうっすらと隔壁が見えることがあり、これらもしっかりと評価する必要があります。そのような時にこのインティマルフラップが疑われる場合には、ベッセルウォールイメージングを追加撮影することが非常に重要です。特にこのベッセルウォールイメージングでは、2D のブラックプラットフォームを撮影することによって、血流のアーチファクトが少ない画像を得られたり、また薄いスライスで評価することができますので、この隔壁の構造物をしっかりと捉えることができます。続いての重要所見はイントラミューラルヘマトーマです。これは鼻腔内の血栓を示唆する所見で、症例を見てみると50歳女性、頸部痛めまいの方ですけれども、 MR アンギオグラフィーで右の椎骨動脈がこの部分で欠損しており、非常に違和感を覚える像です。 T1 強調画像を見てみると、左の椎骨動脈は流れによるフローボイドでしっかりと血管が低信号で抜けていますが、右の椎骨動脈は血管の周りに高信号があり、こちらでも違和感があります。 T2 スター強調画像を見てみると、その部分が低信号で強く抜けており、こちらは血栓による自家律効果を反映した低信号となります。そこでこちらでもベッセルウォールイメージングの T1 強調画像を 3D で撮影してみると、血管を低信号で描出し、さらに薄いスライスで評価することによって、鼻腔内のこの高信号の血栓をきれいに描出することができました。イントラミューラルヘマトーマについてですけれども、イントラというのは内部のという意味がありますので、イントラミューラルで壁内の、ヘマトーマが血栓の意味なので、イントラミューラルヘマトーマで壁内血栓です。鼻腔内の血栓を示唆する重要な所見となります。書籍によってはハイパーインテンスイントラミューラルシグナルと書かれている本もあります。描出できるシーケンスは MR アンギオグラフィーの元画像、 2D の T1 強調画像、拡散強調画像、また 3D で撮影するベッセルウォールイメージングなどが描出に有効です。しかし、この鼻腔内の血栓というのは、時期によってオキシヘモグロビン、デオキシヘモグロビン、メトヘモグロビン、ヘモジュエリンというふうに、徐々に信号が変化していくことに注意が必要です。こちらでも 3D で撮影するベッセルウォールイメージングが非常に診断に有効で、2D で撮影した場合には、厚みがある画像となりますので、その厚みの中にいろいろな信号変化がある場合、平均化されてしまうパーシャルボリューム効果によって誤診の原因となります。3D で撮影した場合には、薄いスライスで撮影することになりますので、そのパーシャルボリューム効果が少ない画像であるため評価がしやすくなります。また、椎骨動脈解離の場合には、頭蓋内だけではなく、頭蓋外に病変があることもあり、そのような場合には、動脈周囲の脂肪のせいで評価がしづらくなります。そのような場合には、脂肪抑制を併用することが望ましく、脂肪抑制を併用し、なおかつ薄いスライスで撮る T1 強調画像のベッセルウォールイメージングが最も診断に有効と考えます。続いての重要所見は、パール&ストリングサインです。こちらの症例は88歳男性で、持続するめまいの患者さんの症例ですけれども、MR アンギオグラフィーで左の椎骨動脈のこの黄色い矢印の部分が不自然に拡張し、緑の矢印の部分は著しい狭窄、さらに黄色の矢印の部分でまた拡張というふうに、拡張、狭窄、拡張といった配列をしています。その部分に一致して、ベッセルボールイメージングの T1 強調画像ブラックプラットフォーで、イントラミューラルヘマトーマ、つまり壁材血栓を表す T1 強調画像高信号の部分が見受けられ、その部分に一致して T2 スター強調画像で低信号となっています。この所見によって椎骨動脈解離と診断された症例です。パール&ストリングサインは、血管の内腔が異常な拡張、狭窄、拡張といった配列で並ぶサインで、パールは真珠の意味があり、ストリングは紐の意味です。よって糸につながった真珠のように、真珠の部分が拡張、糸の部分が狭窄、真珠の部分が拡張といったこのようなシルエットを表すサインとされています。症例によっては拡張のみが目立つ場合があり、その場合をパールサイン、狭窄のみが目立つ場合はストリングサインと言います。これらのサインは MR アンギオグラフィー
CT アンギオグラフィー、DSA で病出可能ですけれども、MR アンギオグラフィーは流れを病出する撮影シーケンスですので、流れが遅い部分が欠損を起こし、評価しづらくなるため注意が必要です。これら3つの中では DSA が最も正確に評価できるとされています。続いての重要所見として、動脈外径の異常、内腔とのミスマッチについて説明していきたいと思います。こちらはイントラミューラルヘマトーマで紹介した症例をそのまま持ってきましたが、MR アンギオグラフィーでこの部分で不自然な血流の途切れがあり、B パスと呼ばれる脳脊髄液の中に血管の壁を映し出すシーケンスを追加撮影しました。そうすると、この部分に拡張した血管の壁が病出され、MR アンギオグラフィーと B パスでミスマッチがあることが分かりました。ベッセルボールイメージングの T1 強調画像で、壁材血栓、イントラミューラルヘマトーマが見受けられ、椎骨動脈解離と診断されました。この症例のメカニズムですけれども、おそらくですが、中膜と外膜の間に亀裂が生じ、その部分に壁材血栓が形成されます。それに伴って血管の外径が拡張していくことになりますが、その際真空がどんどん狭窄していきますので、真空の血流が少なくなり、流れを病出する MR アンギオグラフィーでは血流が病出できなかったという流れだと思います。 B パスはバジパラレルアナトミカルスキャニングの略で、このバジはバジラー、脳底動脈の意味で、パラレルは平行という意味なので、脳底動脈に平行な解剖学的なスキャンという意味です。MR アンギオグラフィーはタイムオブフライト法という原理で、血流の流れを病出するシーケンスですが、タイムオブフライト法で病出がない場合は、疾患によって流れが悪いのか、それともそもそも血管が存在していないのかなど判断に迷う場合があります。そこでこの B パスを追加すると、血管の壁を病出することができ、流れを病出する MR アンギオグラフィーとミスマッチを判断することができます。脳脊髄液の中に、このように血管の壁を映し出すのが B パスの原理です。例えば MR アンギオグラフィーを撮影した際に片方の椎骨動脈が極端に細かったとしましょう。椎骨動脈は生理的に低形成がある場合も多いため、 MR アンギオグラフィーでこのように病出された場合には、低形成なのか、それとも疾患によって血流がこのようになっているのかの判断に迷う場合があります。そこで B パスを追加撮影し、脳脊髄液に映し出された壁の部分がこの部分と一致しているならば、低形成で病的意義を考える必要はありません。しかし MR アンギオグラフィーでこのように細い部分が B パスで太い血管として病出された場合には、外径と流れのミスマッチがあることによって、 MR アンギオグラフィーは血流の異常を反映しているものと考えることができます。椎骨動脈解離の場合には、このような流れと壁とのミスマッチを生じる場合が多く、 B パスの追加撮影が有効な場合が多くあります。こちらのスライドでは、椎骨動脈の低形成と椎骨動脈解離の症例を並べて表示してみました。両者とも MR アンギオグラフィーで、黄色の矢印で示す通り、片方の椎骨動脈に対して細い椎骨動脈が病出されています。こちらの症例で B パスを追加撮影してみると、こちらの細い椎骨動脈に一致して、B パスでも細い血管系が病出されることによって、こちらは低形成と判断することができます。病的意義はありません。しかし、こちらでは、MR アンギオグラフィーの細い椎骨動脈とは対照的に、B パスでは太い椎骨動脈が出てき、ミスマッチがあることが分かりました。T2 強調画像をよく見てみると、冠状段でこの部分でインティバルフラップがあることが分かります。頭痛や頸部痛などの臨床症状と合わせて椎骨動脈解離と診断された症例ですけれども、MR アンギオグラフィーではパッと見同じでも、血管の外径を評価することによって、このように低形成なのか解離に分かれるのかが決まるので注意が必要です。B パスを追加撮影するのかしないのかについては、やはり臨床症状が重要で、頭痛や頸部痛、めまいなどの椎骨動脈解離を疑う臨床症状があった場合には、必ず流れと血管の外径とのミスマッチを評価する習慣をつけておくといいと思います。B パスは血管の外径を評価するのに非常に有用なシーケンスですけれども、大後頭腔を抜けて
横向きにくるっと回る V3 領域の椎骨動脈解離の場合には注意が必要です。こちらの症例では MR アンギオグラフィーで真空と偽空に分かれているような信号変化が見受けられますが、 T1 強調画像のベッセルボールイメージングで壁材血栓を示唆する高信号があります。こちらのスライドでは B パスのスクロール画像を用意してみましたが、この部分が脳底動脈で右の椎骨動脈と左の椎骨動脈に分かれます。椎骨動脈に関してはこちらが V4 の領域ですが、それをスクロールして追っていくと、この辺りから頭蓋外に出てくるっと V3 の領域に入るはずですが、 B パスは脳脊髄液に血管の壁を重ねるようにして画像を表示していますので、ここから先の血管の外形の評価が全くできないことがわかります。つまり V3 領域に椎骨動脈解離があった場合には B パスでの評価が無力で、血管の外形は全く評価できないということに注意が必要です。スクロール画像で説明したように V3 領域の椎骨動脈解離では B パスは脳脊髄液に血管の壁を映し出すシーケンスですので、ここから先の評価はできず、B パスでの評価はできないということに注意が必要です。そのような場合には、T2 強調画像のベッセルボールイメージングが有効で、T1 強調画像の時と同様に、血栓の評価をすることができると同時に、血管の外形も評価することができ、B パスと同様の使い方をすることができます。このような V3 領域の解離を疑う場合には、B パスでは見れないことを意識し、T2 強調画像のベッセルボールイメージングを考慮すると良いと思います。また、椎骨動脈の解剖についてですけれども、椎骨動脈解離は頭蓋内の V4、そして頭蓋外の V3 が MRI では評価可能ですけれども、椎骨動脈の解剖に不安がある方は、椎骨動脈の解剖の動画を別で用意していますので、そちらの方を参照いただけたらと思います。椎骨動脈解離では経時点気変化に注目することも非常に重要です。こちらの症例は40歳男性で左頸部痛の訴えがあった患者さんですが、 MR アンギオグラフィーで黄色の矢印の部分に不自然な狭窄があり、こういった時には元画像をしっかりチェックすることが必要ですが、この元画像で真空と偽空に分かれているようなダブルルーメンの所見が得られました。この所見から椎骨動脈解離と診断された患者さんですけれども、この方の経時的変化について見ていきたいと思います。経時的変化として初回、4日後、1ヶ月後の MR アンギオグラフィーと T1 強調画像を並べて表示しましたけれども、こちらの狭窄の部分ですが、4日後では少し見え方が異なり、1ヶ月後には自然修復しているように見えます。 T1 強調画像でその部分を観察してみると、ここの段階では異常な信号はありませんが、4日後ではイントラミューラルヘマトーマ、つまり壁材血栓と思われる高信号が出現してきました。その高信号は1ヶ月後にはまた消失しています。おそらくですけれども、こちらの T1 強調画像の高信号は、血栓は時間によって赤血球の変性を起こすため、ここの段階で赤血球の変性が起き高信号になったと考えられます。このような T1 強調画像で高信号となるものの鑑別としては、動脈硬化によるプラークも考えられますけれども、プラークの場合はこのような短期間で画像変化をきたすことは少ないため、このように経時的に画像所見が変化しているということから、椎骨動脈解離による壁材血栓の信号変化の信憑性が増すことになります。このように椎骨動脈解離の画像診断を見ていく場合には、必ず過去の画像を見ていき、所見の変化がないのかに注目しながら読影撮影していくことが重要だと思います。正常な血管内腔に関しては T2 強調画像で流れによるフローボイドを反映して低信号、造影剤を入れた後の T1 強調画像では血液プールを反映して増強効果があるというのが正常な画像です。椎骨動脈解離が起こった場合には、この部分にインティマルフラップが描出され、偽空の部分は改造している段階では通常のフローボイドと増強効果がありますが、この造影剤による増強効果がなくなった段階でこの部分が血栓化していると判断することができます。偽空の血栓の成分に関しては、
赤血球の変性に関する変化を起こしていき、デオキシヘモグロビン、メトヘモグロビンなどと変化していきますけれども、特にこのメトヘモグロビンの段階が重要で、この段階ではこの偽空の部分が T1 強調画像で高信号となるため、今回紹介した症例のイントラミューラルヘマトーマを反映した T1 強調画像高信号は、このメトヘモグロビンの段階を反映しているものと思われます。この部分は最終的な基質化していくという流れで、乖離後の刑事的変化が進んでいくことになります。こちらの文献では、SCADS クライテリアとして、椎骨動脈乖離の診断基準を決めていますけれども、メジャークライテリア、マイナークライテリア、アディショナルクライテリアの3つに分け、1つ以上のメジャークライテリアを満たす、または1つ以上のマイナークライテリアとアディショナルクライテリアの両方を満たす場合を乖離確定、1つ以上のマイナークライテリアを満たす場合を乖離疑いとして診断する基準です。こちらの診断テーブルでも、インテマルフラップもしくはダブルルーメン、パール&ストリングサイン、インタラミューラルヘマトーマ、動脈の形状の変化などが重要な所見として記載されています。椎骨動脈乖離の二次的な問題としては、くも膜下出血があり、予後に大きく関わります。こちらの症例は59歳男性で、激しい頭痛と嘔吐で救急搬送された患者さんの症例ですが、CT で脳底層やシルビス裂の部分に高信号があり、くも膜下出血の典型的な画像所見です。 CT アンギオグラフィーではこの椎骨動脈の部分に瘤状の拡張があり、この動脈瘤が原因のくも膜下出血と診断されました。 DSA ではこの部分にパール&ストリングサインがあり、椎骨動脈乖離による動脈瘤が破裂したことによるくも膜下出血と診断され、コイル塞栓術が施行されています。このような二次的な問題としてのくも膜下出血が生じた場合には、くも膜下出血の治療方針に従い、コイル塞栓術などの血管内治療が行われます。椎骨動脈乖離の二次的な問題としては、もう一つ脳梗塞があります。内膜に近い側に乖離が起こった場合には、乖離区が拡大することによって、内側に拡大し、血管を閉塞する場合があります。そのような場合には脳梗塞が起こり、こちらの症例のように、拡散強調画像で、延髄の外側に高信号があり、MR アンギオグラフィーでは左の椎骨動脈に病室不良がありますが、 BPASS では血管の外径が病室され、 MRA と BPASS のミスマッチがあります。 T2 強調画像の横断像でよく見てみると、この部分に血栓を示唆する高信号があり、椎骨動脈乖離による延髄外側症候群と診断された症例です。延髄外側症候群は別名ワレンベルグ症候群と言われ、延髄には様々な神経核がありますが、それらが障害されることによって、ホルテヌ症候群と言われる縮瞳や眼輪下垂の症状を呈する症候群、眼振やめまい、左性、嚥下障害、味覚障害、顔面の感覚異常など特徴的な症状を呈する症候群です。延髄には、椎骨動脈からの枝である硬化小脳動脈などの枝が栄養していますが、それらが閉塞を起こすことによってこのような脳梗塞になります。このワレンベルグ症候群は椎骨動脈乖離に伴って起こることが多い脳梗塞とされています。椎骨動脈乖離の治療方針として、脳卒中治療ガイドラインの文明を抜粋しました。椎骨動脈乖離は自然修復されることが多いため、あまり外科的な手技は行わず、内科的治療がメインとなりますが、無症候性なのか症候性なのか、そしてくも膜下出血や脳梗塞を合併するのかしないのかによって、必要に応じて血管内治療が行われる場合もあります。それでは今回の動画の内容についてまとめていきたいと思います。今回は椎骨動脈乖離についてお話ししました。椎骨動脈乖離は、臨床症状がまず非常に重要で、乖離側の頸部痛や後頭部痛がある場合には特に椎骨動脈乖離を疑うといいと思います。また椎骨動脈乖離は脳梗塞やくも膜下出血に発展する可能性がある疾患のため、偶然見つけた場合には必ず主治医に報告するといいと思います。所見についてはインティマルフラップ、イントラミューラルヘマトーマ、パール&ストリングサイン、外形の異常、刑事的変化の5つを紹介しましたが、診断に役立つシーケンスについてまとめてみました。タイムオブフライト法を使った MR アンギオグラフィーでは、パール&ストリングサインやダブルルーメンが
見つかることがあります。必ず元画像で評価することが重要だと思います。ベッセルウォールイメージングについては非常に重要で、 T1 強調画像と T2 強調画像がありますが、特に T1 強調画像ではイントラミューラルヘマトーマの評価に重要です。またインティマルフラップが直接描出できる場合もあります。B パスに関しては外形の異常を評価するのに非常に重要でしたけれども、もし V3 の解剖学的部位に椎骨動脈解離がある場合には B パスが無力となってしまうため、その場合は T2 強調画像のベッセルウォールイメージングを追加撮影するといいと思います。また、ワレンベルグ症候群などの脳梗塞の評価としては拡散強調画像、くも膜下出血やイントラアーテリアルシグナルの評価としてフレア、イントラミューラルヘマトーマのヘモジデイヌの評価や、くも膜下出血の評価として T2 スター強調画像や SWI などの画像が椎骨動脈解離の診断に役立つシーケンスとなると思います。これらのシーケンスを撮影時間や臨床症状、また、追加撮影ができるのかなどの環境を総合的に判断し、診断に役立つシーケンスを最小限組み立てていったらいいと思います。もし救急の撮影に一つだけ追加撮影するならば、このベッセルウォールイメージングの T1 強調画像が特におすすめです。イントラミューラルヘマトーマやインディマルフラップを直接描出することによって一発で椎骨動脈解離と診断できる可能性が高くなります。以上が今回の動画のまとめとなります。今回の動画が皆さんの普段の業務に少しでもお役に立てれば幸いです。それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは放射線技師向けの動画を発信していきます。一流の放射線技師を目指して、ためになる分かりやすい動画を目指していきます。気に入ってくださった方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。